皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート370をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、白い頭。友人から聞いた話。8年くらい前、友人が大学に入り、一人暮らしを始めて間もなかった頃、当時住んでいたところは、築3年の綺麗なアパートで、周辺の土地にも、特に曰くなどはなかった。友人が帰宅し、いつも通り風呂に入っていると、風呂場の窓の向こうを白いものが行ったり来たりするのが見えた。すりガラスなのでぼんやりとしか見えなかったが、大きさはバスケットボールより少し大きいくらい。ガスメーターがそばにあったので、ヘルメットをかぶったガス会社の職員だろうと思って、特に気に留めていなかった。それから、週に1回ほどのペースで、その白い頭を目にするようになった。ガスメーターの点検にしては頻繁すぎるし、夜遊びやバイトから帰って、深夜や早朝に風呂に入っている時も現れるので、さすがに不審に思った友人は、次に現れたら、窓を開けて姿を確認しようと考えた。ある日、バイトから帰って風呂に入っている時、その白い頭は現れた。友人はすぐさま、浴室の小窓を開けて外を確認した。しかし、浴室の小窓では見れる範囲が限られており、姿を確認することはできなかった。もやもやした気持ちのまま小窓を閉めた瞬間、すっと小窓の横から白い頭が現れた。今度は完全にこちらに顔を向けた状態で、それはヘルメットを身につけたガス会社の職員ではなく、和装の婚礼装束の被り物を身につけた、真っ白な顔の女性だった。すりガラスなので目鼻立ちまでは確認できなかったが、口だけは真っ赤な口紅で確認できた。口が異様に大きく、にたーっと笑っていて、口の中は真っ黒だった。友人は恐怖のあまり、風呂場を飛び出して、適当な服をひっつかんで着ると、濡れた体のまま近くのコンビニに駆け込んで、朝まで過ごしたそうな。その後、親に頼み込んで引っ越しさせてもらい、転居の日までは、友達の家を転々としながら過ごしていたらしい。今のところそれ以来何も起こってないそうだ。第2話、こたつの中。もう4ヶ月も経ったし、体験した時の私的には怖かった話なので、書き込んでみようと思います。もう少しで年末だという時のことです。この体験をした時、私は仕上げなくてはいけない論文がありました。なので、こたつに入りながらシャレコアのゆっくり朗読を BGM にして、作業をすることにしたんです。しばらく作業をしていると、私が以前にも聞いたことがある話が朗読され始めました。私は一度聞いた話には興味がないので、聞き流しながら作業を進めることにしたんです。作業を進めていると、足の方に、チクチクとした刺激を感じました。足の毛が何かに当たっているような感じのするあれです。まあ、こたつに入っているとよくあることなので、この時は気にしていませんでした。この感じはしばらくするとなくなると思うんですが、この時は不思議なことにいつまで経ってもなくならなかったんです。でも、大体この手のものは、気になり始めたらどうにかしたくなりますよね。私も気になって仕方なくなっちゃったんで、
手でさすってチクチクを消そうと思ったんです。何も考えずにこたつに手を突っ込んだら、わさ、って感触が、と思って、こたつの中を覗き込んでみました。ビビりました。こたつの天井の部分から、大量の髪の毛が生えてたんです。声にならない悲鳴を上げて、のけぞりながら後ろに手をついて、さらにビビりました。床からも髪の毛が生えてたんです。引きつった悲鳴を上げて、手をどけた瞬間、髪の毛は床の隙間に引っ込んでいきました。床の毛が引っ込むと同時に、こたつの中に入れっぱなしだった、足のチクチクした感じもなくなりました。はっとし、急いでこたつから出て、ビビりながら中を覗くと、中はもう普通のこたつの中でした。この後何日かしても、もう不思議なことは起きませんでした。怖いというより、不思議な話だったかもね。第3話、空き家の子供。ちょっと長いけど、高校の時の体験。ちょうど今頃のとある土曜日。私は友人の A の家に泊まりがけで遊びに行きました。両親が用事で月曜まで帰らないから、遠慮なく遊べるよ、という A の誘いに、私と、友人 B、C の3人で遊びに行ったのです。ゲームをやったり、無論いけないことですが、酒を飲んだりしてかなり盛り上がっていたのですが、夜の12時頃でしょうか、B が酒で少し気分が悪いというので、酔いざましに近くの川べりまで散歩に行こうということになり、4人でぞろぞろと外に出かけました。その途中、A が不思議そうな顔でこう言ってきたのです。あの家、この前引っ越ししたから、空き家のはずなのに、誰かいるな。見ると、その家の窓の奥で明かりが動いていました。ろうそくなのかライターなのか、炎による明かりのようで、チラチラとしていました。誰か越してきたんじゃないのか、と、A に聞きましたが、そんな様子もなかったし、越してきたという話も聞いてないとのこと。誰もいないはずの空き家で明かりが見える。考えれば少し怖いですよね。でもこの時は酒も入っていたし、4人もいるということもあって、誰から言うともなく、確かめてみようということになりました。空き家とはいえ、ドアをこじ開けて中に入るわけにもいかないので、とりあえず窓から覗こうということになりました。ただ、明かりの見えた窓自体はすりガラスになっていたので、普通のガラスになっているところを探し、そこから覗き込みました。ちょうど具合の良いことに植え込みがあって、隠れて覗くのには格好の場所でした。カーテンなどありませんから、中は丸見えのはずでした。しかし真っ暗でした。その場所からは何も見えないのでした。明かりを持った相手は、ここからでは見えないようです。月明かりでぼんやりと部屋の中は見えるのですが、よくわかりません。仕方ないので、別の場所から見てみようとした。その瞬間、明かりが部屋の左手の方、すりガラス窓の場所の方、から漏れてきました。どうやら明かりの主が、4人の見ているこの部屋に入ってくるようなのです。4人はみんな見つからないようにこっそりと中を伺いました。うわぁ。思わず声を出しそうになってしまいました。私たち4人は、みんな口を押さえていました。入ってきたのは、子供。10歳にも満たないような、小さな男の子だったのです。オーバーオールを着た小さな子で、
右手には明るく燃えるろうそくが乗った燭台。正しい名称わからないですが、落ちてくる蝋を受けるものが握られていました。この明かりが見えたのです。そしてそのろうそくの明かりに照らされた顔は、全くの無表情。私は、ああこれは見ちゃいけないものかもしれない、と思い、慌てて逃げ出そうとしたのですが、なぜか足が動かない。逃げるに逃げ出せない。他の三人も同じで、動けずに固まっていました。子供は部屋の真ん中に立ち、何かを探しているのか、部屋の隅々を照らすように、ろうそくを動かし始めました。そして時には床を見てみたり天井を照らしてみたり、しばらくそのようなことを繰り返した後、子供は奥の部屋へと入っていきました。子供の姿が見えなくなると、急に体が動かせるようになり、みんな急いで A の家まで逃げ帰りました。作り物の階段ならこの後落ちがあるのでしょうが、私の体験はここまでです。なんせ本当にあった不可解な体験で、不可解が不可解のまま、私自身未解決なのですから。ですから、子供の正体も目的も、そもそもどうやって空き家に入ったのかも私にはわからないし、実は、というような後日談もありません。とりあえず、いくつかの事実を並べておくと、引っ越しした一家は訳ありでも何でもない。ただの転勤とのこと。この家は数年後取り壊されて、現在は駐車場。A は近所でこの子供を一度も見たことがない。引っ越しした一家の子供でもない。こんなところです。一体何なのか、未だに訳がわかりません。とにかく恐ろしかった。これだけしか言えません。今でも三人とは付き合いがあるのですが、無論この話は誰もしません。朝っぱらからするような話でないけど、この時期になるとこの子供のことを思い出すのです。誰か何だったのか教えて。第4話、M 君。中学2年の終わりに引っ越すことになった。引っ越しの前日、家の前を、同級生の M 君が、ブツブツ独り言を言いながら、歩いているのを見つけた。M 君とは、幼稚園から中2まで同じ学校で、家も近所だったが、小学校の低学年以来、話すことはほとんどなかった。M 君は小太りで運動神経が鈍く、気の弱い友達の少ないタイプで、私は苦手だった。だからなぜあの時、M 君に声をかけたのか、自分でもわからない。でも、その時の会話ははっきり覚えている。何ブツブツ言ってんの。変な約束しちゃったよ。変な約束しちゃったよ。誰と、どんな約束したの。約束だから言えない。でも転校するんだっけ。じゃあいいかな。俺が俺じゃなくなるんだ。ああやっぱダメだ。約束だから言えない。そして M 君は言ってしまった。先月、中学2年まで在籍していた中学の同窓会があった。途中で転校した私も出席させてもらった。懐かしい面々の中、知らない顔。しかもかっこいい。私は友達に、あの人誰？と尋ねた。友達は、M 君だよ、と教えてくれた。私はびっくりして、M 君変わったね、別人みたい。昔はどんくさかったよね、と言った。すると友達は、M 君昔から人気あったじゃん。
今と全然変わんないよ、と。他の友達数人も、M 君はスポーツ万能、リーダー的存在、モテモテ、など。私の記憶とは、全く違うことを言っていた。その日は M 君と会話することはなかった。家に帰り、M 君の写っているはずのクラス写真や、小学校の卒アルを探したが、見つからない。やっと見つけた一枚は、幼稚園の時の写真。小太りの M 君。母や姉に M 君であることを確認し、印象を聞いてみると、私の記憶と同じ。で、中学の友達に、中学の卒アルを借りてきた。そこには、同窓会で見た M 君の面影がある、かっこいい M 君が写ってた。私が最後に会ってから、1年くらいしか経っていない写真なのに。母や姉も、これ M 君じゃないよ、と驚いていた。そしてアルバムに書いてあった M 君の寄せ書きの言葉は、俺は俺さ。約束だからな、だった。他の友達に話したら、少し見ないうちに、劇的にかっこよくなっちゃうやつっているじゃん。それじゃないの？って言われた。でも中学の友達との記憶の違いや、M 君と最後に交わした会話が気になって、ついオカルト的なことを考えてしまう。で、直接本人に聞こうと思っているんだけど、なんて聞いていいかわからない。突然、あんた、本物の M 君、って聞いたら、変だしね。第5話、閃光の香り。親戚限定だけど、人が死ぬ前に閃光の香りがする。虫の知らせというやつ。一番最初は小学生の時。閃光の香りがしたので、友達に、さっきお香の香りがしてたな、と言ったら、そんなものはしてなかったと言われた。その一週間後におじが死んだ。その後親戚が死ぬ一週間前くらいから、線香の香りがするようになった。祖父の時には線香ではなく、何度も名前を呼ばれた気がした。後から聞いたら、ちょうど死亡した時刻あたりで恐怖した。極めつけがおば。一ヶ月くらい、気を焼くのと線香の香りを混ぜたようなのが続いた。今までの中で一番はっきりと感じた気がした。それがパタリとやみ、しばらくしてから家族から死んだのを聞いた。実家暮らしだったから、親戚の病状とか聞いて、無意識で勘が働いてたんだろうと思う。けどおばの時、もう一人暮らししてたから、そんな話は全く聞いてなかった。大して怖くないけど、気分のいいものじゃないし、正直気持ち悪い。自分はシャレにならないくらい怖い。第6話、杉林の中。結構最近になるけど、俺が体験した不思議な話。俺は山が好きでよくドライブに行くんだが、その日もお盆休みを利用して、岐阜県に来ていた。予定では隣の長野県までドライブを満喫して、適当なところで一泊するはずだったんだけど、どうやら途中で道に迷ってしまったようだ。地図を見ればわかると思うけど、岐阜と長野の県境付近って、かなり山深いところなんだよな。それで場所を確認するために、よく山道にある、車を止めるスペースがあったので、そこに車を止めた。持っていた地図を見ると、道は間違ってなかったようで、とりあえず安心してお茶を飲んだりして休憩した。すげえところに来たなぁ、
なんてのんきにあたりを見回していたら、あることに気づいた。車を止めたのは山道の脇で、すぐ隣にはおそらく人工と思われる杉林があるんだが、その中腹に、建物のような人工物が見えた。最初は、こんな山中に神社でもあるのかと思っただけだが、山ドライブのついでに、よく神社巡りもしていた俺は、やはり気になったので、車を降りて行ってみることにした。山といってもそこまで大きくなく、杉林ということもあり、登りやすく10分ほどで着いた。そこだけ小さな広場のように開けていて、中央に例の建物があった。あまりよく覚えてないけど、神社と呼ぶにはかなり小さく、どちらかというと、祠に近かったと思う。手入れもほとんどされてないようで、かなり傷んでた様子だった。他人の視線って、意外と気づくもんだよな。リュックからカメラを取り出そうとした俺も、急にそれを感じて前を見た。周りには杉の木が点々と生えてるんだが、数十メートル先にある一本の木に、さっと白い何かが隠れるのがはっきり見えた。突然のことに、俺は金縛りにあったかのように動けなかった。視線を逸らせなかった。どうやらそいつは隠れきれてないようで、時折その木の幹から、布らしき白いひらひらしたものが見え隠れしていた。固まっていた時間は20秒くらいだった気がする。突然動けるようになったかと思う間もなく、全身が言葉には表せない、強烈な寒気に襲われた。気づいた時にはリュックを背負って、一目散に来た道を転がるように下り始めた。すでに日も暮れ始めていたようで、足元がよく見えなく、何回か転んだ。なぜか、後ろを見ては絶対ダメだ、と直感的に感じ、ただひたすらに逃げた。意外と早く車までたどり着き、急いで乗り込み、発進させた。方向転換する途中で、横目に白い人影を見た気もしたが、パニックを起こしていた俺は、とにかくその場から逃げないと、という気持ちしかなかった。周りには不思議なほどに他の車が見当たらなかったが、しばらく進むと大きな道路に出たようで、大型トラックなどがちらほらと目につき始めた。結局ドライブを諦めた俺は、来た道を引き返し、途中にあった道の駅の駐車場で、ガクブルしながら擁護したのであった。以上です。よく考えてみたら、白いひらひらが見えただけの話なので、いわゆる幻覚というものかもしれませんね。しかしあれから山に行くことはめっきり減りました。ちなみにその祠について、後で調べてみたのですが、その周辺にもいくつか別の神社があるようで、特定はできませんでした。第7話、空白の友人。たまーに記憶の空白が訪れる。正確に言うと、気づいたらいつの間にか数時間経過していた。そしてついさっきまで、自分が何をしていたのかがわからない。というやつなんだけど。まあ、この程度のことなんかよくある話だし、仕事中とか車の運転中とかになったことはないので、大して気に留めていなかった。今までは、2ヶ月くらい前の休日、暇だしゲーセンでも行くべーと、家を出たところまでは覚えていたんだが、気がつくと、駅近くのスタバでコーヒーすってた。で、家を出たのが11時頃、我に帰った時刻が14時半ぐらいだった。
ちょうど仕事関係でごたごたが続いていた時期でもあったし、疲れてんなぁ、俺。ぐらいにしか思わなかった。翌日会社へ出勤。同僚の女の子から、昨日の昼頃、駅前のスタバにいたでしょ。俺、ああ、いたかも。同僚、一緒にいたお友達結構いい男じゃん。今度紹介してねー。俺、は。同僚、冗談冗談。でもちょっと本気、わら、長身、ロン毛でユニセックスってちょっと指摘にツボだから。誰それ。長身、ロン毛。そんな友人に心当たりはありません。俺、声かけてくれればよかったのに。同僚、いやー。思い出話で盛り上がってるとこだったから、邪魔しちゃ悪いかと。詳しく聞くと、どうやら俺とそいつは、近所の川でザリガニ釣りをした時のことやら、駄菓子屋でくじを当てためにした無駄な努力などについて盛り上がっていたらしい。同僚が嘘をついているとは思えないが、理由がない。俺には全くそいつに心当たりはない。その場はなんとかお茶を濁して終わりにしたのだが、どうも釈然としない。で、今年のゴールデンウィーク。連休らしい連休もなかったので実家に帰らず、街をブラブラしていたら、また3時間ほど記憶が飛んだ。今度は行きつけのゲームショップに入ったところから、駅前の噴水で一服していたところまでの記憶がない。数日後、大学時代からの腐れ縁の友人からの電話。友人、そういえばさ、お前この間の5月5日に、〇〇駅前いただろ。俺、いたけど。友人、いやー、そん時のお前の連れな。スラッとした長身でロングヘアだったから、俺思わず、ワイのやつ、俺のこと、出るもの彼女でもできたんか。とかびっくりしちまったけど、よく見たら男だったから安心しちゃったよ、わら。俺、汗。風貌等を聞くと、どうやら先の人物と同一のようだ。でも俺には全く心当たりがないんです。小学校時代のアルバム引っ張り出してきて、仲の良かった子とかを思い出してみたけど、該当者が思い当たらない。お前は誰なんだよ。第8話、背後の声。大学時代の話。彼女と夜電話で話してた。内容は、会ったこともない彼女の友達の話や、興味のない携帯小説の話。しかも長い。時間が経つにつれ、だんだん彼女の話に集中できなくなってきた。すると、彼女の声に混じって、背後でゴニョゴニョと話し声が聞こえるのに気づいた。遠くて声の性別はわからない。こもってて抑揚のない感じ。家には一人だと聞いていたので、テレビでもつけているんだと思って、特に気にしていなかったが、彼女の話があまりにもつまらないので、なんとなくそのゴニョゴニョ声に耳を傾けてた。しばらくして、その背後の声が少しずつ大きくなってるのに気づいた。ひどくこもってて、性別はわからない。高い男性か、低い女性という感じ。何を言ってるのかはわからないが、かなりの早口で、ずーっと喋ってる。テレビ番組にしてはちょっと不自然だと思い、自分のテレビをつけてチャンネルを回してみたが、当然そんな番組はやってない。チャンネルを回してるうちに、今度は彼女が全く喋ってないことに気づいた。そして例のゴニョ声も聞こえない。やばい、
話聞いてないのバレて怒らせちゃったかと思い、なんと切り出そうかと考えると、低いうなるような男の声で、おい。驚いてとっさに電話切った。それ以来彼女とは連絡つかず、大学にも来なくなった。彼女のアパートにも行ったが、解約されて空き家になってた。電話からほんの一週間後、SNS のログインもなし。共通の友達に聞いてもわからず。もう4年になる。第9話、拾ったもの。高校生の頃、道端で金を拾った。それも10円とか100円ではなく、500円玉を4、50枚ほど。バッグに入っていたわけではない。自宅近くの交差点から川沿いの道を通り、公園に行き着くまで直線にして、だいたい2キロぐらいの範囲の道に、ところどころ散らばっていたのだ。貧乏学生だった俺にとって臨時収入と言えるこの金は、まさに渡りに船。今なら何らかの事件性も考えて、警察に連絡するのかもしれないが、当時の俺はそんなに生真面目な学生でもなかったので、ゲームを買ったり、友達との交流資金に使ったりと、大切に使わせてもらったわけだ。拾った金を使い切った次の日、朝目覚めると、体が異常にだるく感じた。全身の関節が痛み、喉が痛くて呼吸するのも億劫だった。しばらくすると、登校時間になっても起きてこない息子を叩き起こそうと、鬼の形相をした母ちゃんが、部屋の扉を乱暴に開けた。いつまで寝てるの？早く学校行きなさい。そう怒鳴った母ちゃんだったが、俺の様子を見るとキョトンとした顔をして、ベッドに近づいてきた。何？あんた。熱でもあるの？うん。早く言いなさいよ。悪くなったらどうするの？大声出さないで、頭痛いの。まったく、ちょっと待ってなさい。薬持ってくるから。ありがとう。なんで母ちゃんってのは、子供が風邪ひくとあんなに優しくなるのかね。普段からもう少しその優しさを出してくれればいいのに。それから3日間はひどいものだった。40度近い高熱が続き、水でさえも口に入れたらすぐに戻してしまう。病院に行っても原因は不明。とりあえず1日入院したら、嘘のように熱が引いた。医者も首をかしげていたが、翌日には退院の運びとなった。迎えに来てくれたのは母ちゃん。お昼ご飯何を食べたい？と、聞いてくる母ちゃんに、別に何でもいいよ、と答えようとしていると、対向車線からトラックが突っ込んできた。母ちゃんは肋骨3本。俺は右腕を開放骨折。右膝の前十字靭帯断裂と、半月板損傷、右脛骨粉砕骨折で、病院に逆戻り。入院中にも、母ちゃんに癌が見つかったり、元気だった祖父が倒れたり、家が火事になったり、彼女に振られたり、つくづく不幸に見舞われた。祖母が、呪いじゃ、呪いじゃ、と。テンパってた姿を、今思い返すと少し笑える、笑。でも当時は俺も連続する不幸が怖くなっていて、一族の墓を任せていて、昔から懇意にさせてもらっているお寺の住職さんに、お祓いをしてもらうことになった。住職さんは俺には別に何を言うでもなく、淡々とお祓いを終わらせた。ただ、帰り際に、〇〇くん、何を拾ったの？と、
ぼそっとつぶやいた。え。驚いて振り返ると、住職さんはニヤッとして続けた。落とし物を簡単に拾ってはいけないよ。昔から付き物を落とすには、わざと何かを落とすんだ。それはお金だったり宝石だったり様々だがね。それらと一緒に付き物を落とし、拾ったものを身代わりにする。まあ、変なのはついてないみたいだけど、役を背負ってるみたいだから、あと一年は注意しておきなさい。住職さんはそう言って、寺の奥に引っ込んでいった。正直それまでは幽霊とか信じていなかったのだが、ちょっとだけ信じてもいいのかなと思った体験だった。そういえば、昨日職場の近くにダイヤの指輪が落ちていた。誰でもわかりやすいところに置いておいたから、落とし主が気づいているといいけど。第10話、絶叫。今から20年前、ある女性が大阪の企業に勤めていた。毎日続く激務に疲れ果て、そろそろ転職しようかと思っていた頃の話である。その企業の社宅の女子寮というのが、山奥の骨董品のようなボロアパートだった。かろうじてユニットバスをつけただけの古アパートを嫌い、その社宅に住んでいるのはその人だけだった。会社が家賃の大半を払ってくれていることと、静かで環境が良かったためだという。ある日、激務を終えて夜中にヘトヘトになって帰ってくると、自分の部屋に明かりがついている。おかしいな、消し忘れたのか、と思っていたが、それからもしばしば、消したはずの部屋の電気が家に帰ってくるとついていることがあった。会社の総務部に行って点検してもらったが、異常はなかったという。そのアパートには通常の階段の他に非常階段があり、その人の部屋は正面から見て左端にあった。そんなわけで、彼女は疲れ果てて帰ってくると、アパートの左端にある非常階段を使って部屋に帰っていた。その日の仕事も深夜になった。くたびれて非常階段を登り、非常扉を開けると、人がいた。その人を見た瞬間、体験者はゾクッと寒気を感じたという。そこにいたのは女性だった。しかし、知り合いではなかった。見たこともないような、ものすごい長身の女性で、白い、フリル付きのワンピースを着ていたという。しかもそのワンピースは汚れており、あちこちに枯葉がついているありさまであった。汚れた白い靴に、穴の開いたストッキング、パサパサになった長髪には、擦り切れかかったリボンが結ばれていたという。このアパートに私以外の住人はいない。ホームレスだろうか。と、そんなことを考え、部屋に入ろうとバッグから鍵を取り出した瞬間だった。ひーいー、悲鳴とも笑い声ともつかない絶叫が廊下に響き渡った。体験者は肝を潰してその女を見たという。するとワンピースの女は、一歩一歩こちらに歩み寄ってきたのだという。薄暗い廊下の中で、そのワンピースの女をよく見ると、肌が異様に白く、目の周りは汚れて落ちくぼんでいた。その瞬間、体験者はこの女がこの世のものではないとわかって、背筋が凍りついた。ひーいー、また甲高い声が女から発し、身の危険を感じた体験者は、非常扉の外に飛び出た。ゆらゆらと揺れるワンピースの女の影が、非常扉の窓に映し出された瞬間。バン、ひーいー、
ワンピースの女が非常扉にぶつかる、ものすごい音が非常階段に響き渡り、同時にあの絶叫が耳をつんざえた。あっちに行って、あっちに行って、祈るような気持ちで非常扉のドアノブを握っていると、女の影が窓から離れ、あの絶叫が徐々に遠ざかっていったという。しばらくして、体験者は恐る恐る非常扉を開け、廊下の向こうを見た。まだあのワンピースの女はそこにいたが、こちらに背を向け、廊下の向こうにゆらゆらと歩いていく。その時、この女の目をかすめるには今しかないという直感が、体験者を貫いたのだという。体験者は非常扉から飛び出るや、急いで部屋の鍵をドアノブに差し込み、自分の部屋に入って鍵をかけた。部屋の電気はまたついていたという。だが、この時だけはその奇妙な事態に感謝したという。しばらく部屋で息を殺していると、やがて廊下から物音が聞こえなくなった。もういいだろうと、体験者はそっと台所横の窓に近づき、窓から廊下を覗いてみた。女は、まだそこにいた。うわっと思った瞬間、こちらに背を向けていた女が、こちらを振り向いた。ひー、またあの絶叫が廊下に響き渡った。見つかった、と思ったという。体験者は部屋に逃げ込んだことを後悔した。鍵をかけたはいいが、あの女に見つかったら逃げ場がないのである。体験者は押し入れから布団を引っ張り出し、頭から布団を引っかぶってガタガタ震えるしかなかった。その隙間から台所の窓を覗くと、その白い女の肩の部分が窓から見えたという。バン、あの女が、先ほどと同じように非常扉に激突する音が聞こえた。あまりの恐怖に、体験者は、なんで私がこんな目に、と、ボロボロと涙を流しながら震えていたという。ひー、またあの声だ。体験者は布団の隙間から窓を覗いた。女の薄汚れたワンピースを見て、体験者はぎょっとしたという。さっき窓に映った時は、確かに女の肩が窓に映っていた。だが、今は肩が見えない。ただでさえば獣のように身長が高い女の肩が、まるで急に伸びたかのように見えたのだという。どういうことだ、女の身長が伸びているとでも言うのか。そう思った瞬間、あの女の姿が窓のところで止まった。ひー、1分、5分、10分。たとえようもなく長い時間が過ぎ、体験者は布団から顔を出し、窓を見てみた。その瞬間、気絶しそうになったという。あの女の顔が、廊下の窓にべったりと張り付いていたのだという。ひー、ついに見つかった。女の両手が窓枠にかけられ、もうダメだ。と体験者が絶望した瞬間だった。ドンシャーン。ものすごい音と金属音が聞こえ、その音に頭を蹴飛ばされるようにして、体験者の体に自由が戻ったのだという。同時に、窓に張り付いたワンピースの女でさえもが、ビクッと身を震わせたのがはっきりと見えた。ドンシャーン。またもう一度あの金属音が聞こえた瞬間、今度は低い男性の声で度胸が響き始めたという。ふと気がつくと、さっきは見えなかったはずのあの女の肩が見えて、体験者は目を向いた。縮んでる。体験者はそう思ったという。ワンピースの女が窓から離れ、再びふらふらと非常扉の方に歩き出すのが見えた。
誰かが助けに来てくれた。そう思うと急に力が湧いてきて、体験者は布団から飛び出し、廊下を覗いてみた。そこに立っていたのは、半円形の傘をかぶったお坊さんだったという。顔は傘で見えず、身なりこそ女と同じように汚れていたが、手には立派な尺杖を持っていた。そのお坊さんが尺杖の先を床に振り下ろすたび、ドンシャーン、とすごい金属音が鳴るのだという。すると、あの女がそのお坊さんに引き寄せられるようにして、ふらふらと歩き出した。逃げ出すなら今しかない。体験者は慌てて荷物をまとめたバッグを持ち、ドアをそっと開けて廊下に出た。見ると、あのお坊さんを見下ろすようにして、あの白いワンピースの女がこちらに背を向けて立っていた。化け物のように巨大な女に見下ろされているお坊さんは、それでも唱える度胸には全く乱れがなかったという。このお坊さんは強い、あの女をきっと退治してくれる。急に勇気と安心感が湧いてきた女性は、部屋を飛び出して非常階段に走ったという。最後に体験者が背後を振り返ると、そのお坊さんに居すくめられ、微動だにしないあの白い女の姿があった。ドンシャーン。ひー。お坊さんが尺杖を床に叩きつけるたびに、女の方がびくっと震え、そのたびに見上げるように高かった女の身長が縮んでゆく。間違いなかった。お坊さんが尺杖を鳴らすたび、女は小さく小さく、どんどんと縮んでいっていたのだ。もういい、これは最後まで見てはいけないと、体験者はアパートを飛び出した。アパートを離れ、必死に走っていると、不意に体が軽くなり、もう大丈夫だという安心感が全身を弛緩させたという。ドンシャーン。ふとアパートを振り返ると、あのお坊さんの尺杖の音が小さく聞こえたという。ひー。もう悲鳴とも言えないほど小さくなったあの女の声が最後に聞こえた瞬間、なぜかついていたアパートの電気がふっと消えるのが見えたという。そのまま体験者は友人の家に転がり込み、今しがた起こったことを説明したという。怖いからやめて。と、途中で友人に話を遮られたが、それがかえって、体験者に奇妙な安心を覚えさせたという。そのおかげでその会社を辞める決心がついた体験者は、ほどなくして会社を退職し、今は東京で暮らしているという。以上だ。最初こそのリコシ入道のような怪物なのかと思ったが、読んでいるうちにこれはまさしく八尺様だと思い当たったので書いてみた。八尺様の、ポポポ？ではないが、ひーと繰り返される絶叫が気になった。さらに、白いワンピース、八尺ほどもある点をつく長身というところに、八尺様との共通点を見た。八尺様は封印されていたというが、もしこの女が八尺様だとすると、八尺様は結界に閉じ込められたのではなく、こういう強力な存在をくっつけられて、封印されたのではないかとも思う。第11話、路地に佇む者。今から10年くらい前の話。初めて一人暮らしをすることになって、友達二人、B としておく、を呼んで夜中まで部屋でゴロゴロしながら、ゲームしたり飲んだりしてた。時刻は夜中の2時回ってて、友達 A が酒足らないから買いに行こうって言って、3人で近所のコンビニに行くことになった。
行きは夜中でも車が結構走ってる大通りを歩いて行って、5分くらいでコンビニ着いて、酒とかお菓子買って、帰ることにした。不意に友達の A が、この道から行った方がお前ん家近いんじゃね。ってコンビニの横の細い路地の方向いた。自分もまだ引っ越して間もないからその辺の道よく知らないし、夜中で酒も入ってたから、ちょっと探検気分でその道から帰ることに。民家とかマンションが並んだ普通の路地なんだけど、あんま街灯もなくて、なんかちょっと不気味な感じだった。でもこっちは3人だしって、その時は余裕もあった。家の方に向かって歩いてくと、路地を抜けたとこが T 字路になってて。んで、またその先に細い路地があって、地図上で考えると、その路地の先が自分家の方なんだけど、T 字路の前で、先頭歩いてた A が急に止まった。どうしたんだよ、B が声をかける。なあ、あれなんだと思う。A の指さす先を二人で見た。細い路地の隅に何かがいた。人なのか。一瞬街灯かとも思った。離れた距離から見ていてもわかるくらいそれはかなりでかい。2メートルは軽く超えている。そして、そいつの体は蛍光灯みたく全身が真っ白に光っていた。すごく大きな人。みたいな何か、が壁に寄りかかって、両手を空に向けていた。まるで何かにお祈りしてるみたいだなって、それを見たとき自分は思った。三人ともそいつから目が離せなくなって、しばらくぼーっと見入ってたんだけど、不意に頭の中でよくわからないが、逃げた方がいいという思考が湧き出てきた。この道通るの無理だ。引き返そう。自分が言うと、A は、大丈夫だよ。あの道を行こう。と、なぜだか妙に冷静に言って進もうとした。B がすかさずそれを制止して、あれなんか変だよ。おかしいよ。あれの前よくわかんないけど、通らない方がいいよ。と言って、元来た道を帰ろうと。A の腕を引っ張った。けれども A はいつもとなんか様子が違って、ヘラヘラした感じで、大丈夫だよ、行こうよ、とか言って、自分と B の止めるのも聞かずにそっちへ行こうとする。その時、光ってるそいつの首、なのかよくわからんが、グリンってこっち向いて、なんか変な動き方、スキップなのかな。足が異様に長いから、なんかおかしな動きになってる。しかし両手はまだ上げたままの状態で近づいてきた。自分と B はそれ見て発狂。まだヘラヘラしてる A の腕を二人で無理やり掴んで、引きずるように元来た道を必死で引き返した。戻ってる途中。なぜかそこらの民家の犬が一斉に鳴き始めて、自分も B も半泣きで、ともかく明かりのあるとこへ逃げなきゃって、なんとかさっきのコンビニの前に来た。途端に A が、さっきまでのヘラヘラと打って変わって、ガタガタ震え出して、あれ？あれ何？怖い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 。ブツブツ言いながらすごい怯え出した。それで落ち着くまでとりあえずコンビニに。夏だったし、もう時間も3時過ぎてたから、日の出までとりあえずここにいようって言って、3人でガクブルしながら夜明けを待って、大通りから家に帰った。後日、そいつのいたあたりを昼間に見に行ってみたけど、街灯も電信柱さえなかった。A はあの時、すごく怖かったのになぜか絶対大丈夫だという変な確信があって、行こうとしたらしい。今となっては、なんであんな怖いものに近づこうとしたのかが、
自分でも謎だそうだ。乱文長文つまらん話ですまん。第12話、団体客。3年前の冬、あんまり幽霊を信じないたちだが、一度だけおかしな経験をした。当時付き合っていた彼女と、群馬県の渓谷沿いの古い温泉で一泊した。人気がなく、清潔感はあったが、古い感じの旅館で、温泉街自体も古く、潰れた土産店などがあり、周りは鬱蒼とした渓谷。予想に反して寂しい温泉街だった。旅館で通された部屋は、1階。長い廊下の奥で、他の部屋とは少し違う感じだった。午後3時頃なのに、薄暗く、館内にも人はまばら。部屋は渓谷に面していたが、日は十分に入らない。おかしなことはその夜11時ごろ、彼女と大浴場から上がった時にあった。大浴場は廊下の先にあった。その廊下は、だいたい50メートルくらいだろうか。途中でくの字型に緩やかに折れ曲がっていて、自分たちの部屋からは大浴場は見えないが、ほぼ直線的な位置にある。大浴場ロビーで彼女が上がってくるのを待っていたのだが、そこがどうも薄暗い。電気は落とされていて、あるのは廊下の光だけ。ミュート状態の古いゲーム機や UFO キャッチャーが置かれていて、そのネオンが無音の中光っている、そんな状況。なんとなしに廊下の折れ曲がったところを見ていたら、たくさんの浴衣姿の、年配の団体客のような男女が、わらわらと右から左へ、廊下を横切るように階段を降りていく。それを見た僕は、開花にあると教えられていた、渓谷露天風呂に向かう階段を降りていっていると思った。彼女が戻り、廊下を渡っていく。そして渓谷露天風呂の位置を見ようと廊下の折れ曲がったところに来て、団体客が降りていった階段を見る。すると、ないんだな、これが。階段がない。降りていく階段どころか、団体客が降りてきたと思われる階段さえ。そこは何もない、普通の折れ曲がった地点。え、あれ?と思って混乱する俺。隣にいた彼女に事情を説明すると、奥に行った人たちを見間違えたんじゃない、と、取り合ってくれない。そんなはずはない。注意深く見ていた。それにあの姿は間違いなく、大浴場ロビーから見て左の階段から降りてきて、廊下を横切り、右の階段へ降りていく姿だった。ゾッとした。階段どころか、人が通る道さえないじゃないか。部屋に戻って、気がついた。あの団体客に、全く声や会話がなかったことを。それだけじゃない。思えば足音さえも、全くなかった。古い木造の旅館だったから、あれだけ大人数が動けば、足音が響くだろうに。顔もみんな一様に、下を向いていた。次の日、受付で聞いてみた。団体のお客さんは宿泊されていますか?少々お待ちください。昨日今日では、いらっしゃらないですね。いかがなされましたか?見てしまったなと思った。見たことを伝えると、その温泉町ではないが、すぐ近くの峠道が有名な心霊スポットになっていることを僕は聞いていた。その道を夜中に通ることになった。というのも、その時の宿泊プランは夕食抜きだったからだ。まあ温泉町なら何かしらあるだろう、と思っていたのは、
全くの見当違いで。しなびた温泉町、夜中には何の活気もなく、飲食店などは全くなかった。それで、その峠を通って、市街地に出ることになったのだ。食事を終えての帰り道。その峠道。そんな話を聞いていたものだから、彼女と、怖いねえ、という話をしながら、車で旅館に戻る峠道を走る。そこで彼女が調子に乗って、怖がらせてくる。理由はあまり覚えていないが、なぜかとても腹立たしくなって。僕は人気も車通りも全くない、その峠道の途中で、車を急停止させ、エンジンを止め、ライトを切った。驚く彼女。僕も未だに、なぜあそこでああいう行動に出たかわからない。でもとにかくそれが間違いだった。心霊スポットで冷やかしたりするの、やめてくれないかな。怖いでしょ、例えばこうしたら、と、カーステも消え、真っ暗で静かになった峠で、そう彼女に言う。彼女が完全に引いてしまっているので、車を出そうとすると、今思えば当たり前だ。情けないことをした。コツン、コツン、と2回、大きめの小石が車のボンネットに当たる音がした。何、今の、と彼女。怒っていた僕は、さあ、と、取り合わない。オチがいまいちで申し訳ないが、実話なので許してほしい。自宅に戻って数日、心霊好きの友人にだけこの話をすると、ああ、間違いなく、旅館に連れてきちゃったね。あるいはもしかしたら、その旅館にもともといたのかもしれないけど、とにかく小石は乗車したよというサインだったと思うよ、と言われた。本当にそれと団体客が繋がっているかはわからないが、あの団体客の姿は、未だに忘れられないおかしな光景として頭に残っている。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。